はい、こんばんは。火曜日の、7時、いつものようにここからは桜組ひろみちのお祭り気分でアンエットン第2章でお楽しみいただきます。こんばんは、桜組のひろみちです。はい、はい、桜組じゃねえや。はい、お祭り気分でアンエットン第2章。この番組は八重洲神社大祭にスポットを当てまして、八重洲神社大祭荒祭りの情報を発信しながら皆さんに八重洲神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっております。今週も最後までよろしくお願いします。はい、今日の話し相手、いつものように桜組の野田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。ということでね、昨日もね、はい、ここでちょっとおしゃべりさせてもらって、月曜日の方のロバさんの番組とね、呼んでいただきまして、そしたら番組自体をね、お祭り気分でアンエットにしてくれたんですよ。今週は終わったから、ありがたい。そう今日休みだと思ったんです。そう、今日ね、もう一回やっちゃったからね。うん、なんか本当にね、このお祭り気分でアンエット第2章よりもお祭り気分でアンエットらしかったっていうね、うん、そんな感じだったんですけどね。楽しくね、おしゃべりをさせていただきました。はい、そういったことで今日なんかあれですよね、梅雨入りしましたね。そうですね、今日東海地方ましたね。ね、うん、東海地方梅雨入りするとまたジメジメね、で体のあちこちが痛くなってね、本当にね、嫌な時期なんですけどね。まあこれを乗り越えればね、夏がね、そうですね、やってくるということでね。はい、そういったことで、いつもだったらもうこの夏に向かってもう梅雨なんてどうでもいいやみたいな感じなんですけど ねなんかその夏がはっきりしないから、梅雨もなんかジメジメしちゃってね、こう精神的にもジメジメしちゃうような ね感じはしないでもないんですけど ねまあそんな中ね、先週日曜日、はい、やっぱ全国各地いろんなところでお祭りが ねありましてね、はいはい、ありがたいことに結構その何通常の形っていうのでね、ね、うん、やってるところがね多かったんですけどね。まあ東京のね、鳥越神社と、はいはい、神社あるんですけど、はい、まあそこの神輿もね大きくて立派な神輿なんですけど、さすがにその本社神輿は引き台って台車に乗せてのね巡行になったみたいなんですけど、はい、びっくりしたのが露天商、はいはいはい、露天が通常のお祭りの今までのお祭りの時のように230店舗近く神社の周りにねこう立ち並んだというね、もうあれがあるとやっぱりねお祭り気分じゃないですか。お祭り気分ですよね。だからそれを映像見た時にねちょっとびっくりしちゃったんですけど、すごいなと思って、だからそれだけでもね通常の今まで通りのお祭りに少しでも近づいてるっていうね感じはねすると思うんですけどね。で大きい神輿をね引き台に乗せてこうやっぱり町会の人たちかな、はいはいはい、まあ、いわゆるこちらで荒祭りでいう祭典員の人たちね、がついてね引き回しみたいにしてたんですけどね、狭い路地も入ってましたね。そうだから見てる人も多いしね、すごかったなと思って。であともう一つはね、この近辺で富士市に、はいはい、吉原祇園祭りっていうね、はいはいはい、屋台が19台くらい出るお祭りがあって、やっぱここ2年間は、まあ、自粛っていう形でできなかったんですけど、3年ぶりに屋台の引き回しをされて、お囃子とかもね賑やかにこう演奏されてね、すごいみんな生き生きとしてやられてましたけどね。ただ商店街のところにいつもだったらこう露天商がバーって並ぶんだけど、露天は近くの公園に全部集結したみたい、まあいわゆる感染防止対策っていう形でね。でもねやっぱりその今までこう2年間見れなかった屋台がね、地元のね皆さんにしてみたら、それがはいはい、八重洲テレビです。はい、お電話入りましたけどね、はい、そういった形でね、富士市の方でも、まあ従来の本来の形に近い形で、お祭りがね開催されたということでね。うん、まあ7割くらいのお祭りがほぼほぼまあ、本来の形にっていうことでね、まあ、規模縮小をしてる部分はあるんですけどね、やられてるっていうことで、だからまあ今年含めて来年くらいまでね、なかなか厳しい時は続くかもしれませんけどね、はい、まあ、やらないとか中止って言葉がね、そうですね、もうねなくなるようにね、うん、してくれたらいいなと思うんですけどね。まあ、八重洲神社大祭荒祭りに関しては、まあ、もう少しお待ちくださいということでね。いやそうですよね、それほんとね毎日のように俺のところに LINE やらメッセンジャーやらで、今マキちゃんが言ったような
問い合わせが来るんですけどね、でいつ決まるのかを知りたい。いつ決まるんでしょうね。ねえ。いや、だから本当にね、できる限りの形をやりたいっていうことで、まあ今本当に最終的な段階で検討ね、してるっていう形でね。今最終段階。今最終段階。もう少しでね発表できると思うんだけどね。いや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 、もう少し時間ください。だんだん誘導されて。そうポロッ。ここでなんか言っちゃったら なんだよ今までのって話になっちゃう。そうだからね、本当ね、ここまでの段階でこうですよってことも言いたいんだけど、なかなかねそれがね。まだちょっと言えない、段階だもんですからね、今しばらく本当にお待ちください。言っちゃいなんて言えねえよ。そうだから本当にね、こう一つ言えることは、通常の開催っていうのはちょっとまあこの時期にこういうふうにまだ検討してるっていうことだから、ちょっと無理だなと、厳しいかなっていうのはね、それは言えるんだけど、ただね、その演者大佐荒祭りが毎年8月12、13日に焼津の地にはあるんだよっていうことをね、皆さんに忘れてもらいたくないんで、まあそれに関してこうなんていうんですか、そう、令和4年は焼津大佐荒祭りこういう形でやりましたっていうね、爪痕がしっかり残せるような形のものを今考えてますんで、はい、考えてます。まあ神輿が担げないから楽しみにってことはないんだろうけど、お楽しみにお待ちくださいってことでね、お願いしておきます。はい、そういったわけでですね、今日の、お祭り気分で第2章、いつものように、はい、四駆桜の実お祭りおやじの日々精進のブログの方からね、はい、題材持ってきまして、おしゃべりで荒祭りを再現という形でね、続けさせていただいてるんですけど、先週は、北のお旅所で無事に御祭事が終わって、御クソさんがね、立派にお供物を立てまつったというね、ところまでお話をさせていただいて、まあ出発時間に、なって各人役が、北のお旅所に、集まって、きます。まあその時まだ神輿はですね、お旅所の中で増し締めつってね、大回しなんかを締めたりね、巴の提灯をつけたりっていうね、いわゆるもう北のお旅所以降は夜のお祭りになりますんでね、はい、そうですね、提灯をつけたりとかね、そういった、はい、作業をして、出発を待っているという段階ですね、はい、でまあ時間になりますと、腰掛けのね、陣役のね、はい、腰の周りに集まりまして、さあ行くぞって感じで ね出発をするんですけど、まあ以前にもお話ししましたけど、今このバックの、画像ね、だってこれが北のお旅所の 絵なんですよね。で、隅の方に野田さん側に虹が映ってますよみたいな ね、お話を以前したと思うんですけどね、まあこういった感じでね、北のお旅所を後にするわけなんですけど、はい、まあ北のお旅所もあそこの前が広いから、はいはい、もう出てすぐですよね、やれ来たーっつって、そうですね、もう煽るで、それでまあ、外に出ていくわけの、二木と神輿が揃ってね、はい、外に出ていくわけなんですけど、その次のお旅所、焼津港お旅所をね、はいはい、目指すわけなんですね。で、北のお旅所までの巡行は、神輿の後ろに馬三役、はいはい、一個、御草下げ、やぶさめというね、はい、馬三役が、神輿の後ろに連なって、行列をねして歩いてくるんですけど、この北のお旅所から順番が入れ替わるんですよね、はい、神輿の前に、一個、はい、草下げやぶさめの馬三役がね前に出て、はい、神社へとね、向かって順路進むわけなんですけれど、はい、まあそして、そういった形で、馬三役が進んで、三区や柳見界隈を歩き昭和通りに入って、ゴールデン街へ差し掛かるところにね、はいはい、太鼓がポツンと置いてあるんですよね。そうですね、知らない方がそこに太鼓がポツンと置いてあるだけ見たら、なんだこの太鼓忘れちゃったのかなみたいなね感じで見られる方もいるかと思うんですけど、はい、そこの昭和通りを馬三役が出るところから、馬の前に、先ぶれ太鼓って言って、はい、太鼓を鳴らしながら三役が神社の方へ向かって帰っていくっていうね形のものをやるんですよね。
で今、現在現行のお祭りではその、先触れ太鼓の方は、四駆桜組の方が、担当させてもらっていて、はい、いじこの馬 の、 ちょっと前をね、はい、ドンドンドンっていうねリズムで太鼓を叩きながら、進んでいくわけなんですけどね、あれもなかなか大変なんですよ。馬のすぐ近くだと馬がびっくりしちゃうんで、そうですね、そうそうそう、少し距離を取ってくれよとかね、はい、まあいろいろそういうやり取りがある中でね、赤いタスキをねして太鼓を担いで、はい、太鼓を叩きながら、先触れ太鼓として進んでいくわけなんですけどね、まあ、その太鼓はその後焼津お旅所行くとまた一つ違ったね形のものになっていくって、まあそれは焼津のお旅所へ行った時にねお話をさせてもらいますよ。まあそういった形で先触れ太鼓のついた馬三役が正通りを過ぎつ、ゴールデン街を過ぎ神社へ向かうというね、流れが見れるのがそこの場面ということですね。そして腰の方にね目をまた戻しますと、何この人っていうくらい人増えてるんですよね。多いですね。北の旅所からで港に向かう時のあの人数っていうのは何これっていうくらいね、白装束の若い衆がかなり増えてますよね。まああれはあれですよね、仕事があって夜しか来れない人とか、それから昼間暑い時ゆっくり休んでて日が落ちたから行こうかっていうようなね、そういう人たちがねいるんだと思うんだけど、本当にあの人の増え方っていうのはものすごいなと思っていつもね見るんですけどね。人が増えるってことは神輿がそれだけ元気になるじゃないですか。元気になっちゃう。北の旅所って結構休憩時間も長いからね、結構体力も回復する。だからそれで人が増えるからどれぐらい元気になるんだって、まあ言うこと聞かなくなるくらい元気になるんだよね。なりますね。で昔は伝兵衛屋の角の工事っていうのがあって、狭い工事があって、まあそこを曲がって要するに旧焼津港ですね、旧焼津港の方へ向かったわけなんですけど、まあ今は新しい新港がねできて、そっちが焼津港旅所になるもんですから、ただ昔のその伝兵衛の角の時は工事が狭くてね、曲がるにも大変でね、でもっともっとこう遡って大昔行くと、そこを曲がらずにまた南の方向へ工事が行っちゃったりとかね、そういうことを繰り返したっていうようなねお祭りだったんですけど、まあその頃はあれですよね、交通規制とかそういったのも緩くてね、まあ、車が少ないですからね、できたんでしょうけどね。俺小学校で行列とかにご奉仕をさせてもらってた時に、あそこの通りに親戚があってね、行列が終わるともうそこに行って夜はずっとそこでこうお祭りをね見てたんですけど、北浜通りってそこそこ広いじゃないですか。はいはい、あそこにもう腰の周りの人でいっぱいになって、その二木の神輿が ね、 ね、こう来るっていうねのをこうずっと小学校の頃見てたんですよ。まあどっちかっていうとね怖かったね。大きい声で「ええとないと」って、でもう何怒涛のような流れでこう人が流れてくるじゃないですか。でその先をその狭いね船本工事は曲がるだ曲がらないだっつって、昔の人はね、あそこの船本工事じゃない伝兵衛の角、伝兵衛の角を曲がるとはお祭りは終わりだぜってね、言ったっていうくらいのそういうキーポイントの場所だったんですよね。まあ、ところが新港ができて道路工事が進んで、今はその港の前の広い通りをね、浜通りから港へ向かって行くわけなんですけど、まあだけど広い通りでもやっぱり人が多いからすごい形なんですよね、神輿がね。で右行き左行きみたいな感じで、で北の通りから進行っていうのは今距離的にはそんなないんですよね、すぐ近くなんですよね。でもそこをやっぱり二木の神輿がねこう右行ったり左行ったりねしながら行くから、まあそこそこの時間をかけて行くわけなんですけど、で旧の焼津港っていうのは前にもねこの番組で話しましたかまぼこ屋根のねすごい大きなね、焼津港魚市場あったわけなんですけど、そのかまぼこ屋根の魚市場ってものすごい声が響いて反響してすごかったじゃないですか。
で新興は今あの荷さばき所つってあの魚市場の一角をね、はいはい、お旅所にさせてもらってやってるんですけど、まあだけどあの市場で屋根があるもんだからあそこの新しい港も結構声が ね、 そうですね、響くんですよね、はいはい、でなんか知らんけどあの声が響くとみんなこうテンション上がっちゃってものすごいことになるんですけど、そうですね、で昔みたいにあのかまぼこ屋根があった頃の魚市場みたいにこう距離とか広さっていうのはそんなないんだけれど、うん、それでもすぐには収まらないんですよ ね、うん、そうですね、あそこねどうなっちゃうんだろうっていう感じでね響く中でやれきたあいえとんってまだまだと繰り返しでやるじゃないですか、でなかなか腰台の方に寄ってこないんですよね。そうですね、もうでも最終的にはこう行ってね、最低限が行ってこう引っ張ってくるんですけど、あそこももう力技そう すごいですよね、あそこのなんていう、何なんだろう、あれがそうそう、あれがねやっぱり北でゆっくり休んでもう人数も増えてるし元気になっちゃってるっていうのもあるから、もうみこしの言うこと聞かないことったらもう天下一品でね。であそこでいつも思うのは先越しが収まらないけど後越しもすぐ近くまで入ってきちゃうじゃないですか、みんな市場の方へ。でも2期のみこしがこう離れて煽ってる分にはそんなにね、あ、まだね、大丈夫かなみたいなのはないんだけど、もう結構近いところで2期のみこしがわん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 煽ってるじゃないですか。そうですね、あそこはねある意味ね毎年こういい緊張、はいはいはい、そういい緊張感をね持てるようなね場所なんですけどね、最終的にはもう大きい声で怒鳴ってで腰台の上乗せて話をねするような形になるんですけど、そうですね、だけどね何だろう、あそこは何なんだろうな、ちょっと独特なんですよね、そうですね、港のね雰囲気がね。まあそしてまあ最低限としてはもう本当に北のお旅所からその時間も気にしながらの渡御になるわけなんですけどね、はい、そうした中でも収めたくても収まらない神輿を無理やり収めてで港の御祭事が始まるわけなんですけど、まあ、港の御祭事っていうのは北の御祭事に比べたらね、ちょっと略式化された ね、御祭事になるものですから時間的にはそんなかからないんですけどね、まあ、普通の御祭事、南の旅所でやったような御祭事が繰り広げられるわけなんですけどね、掛け声がねホイッサホイッサと入ってきて、で、新色の祝詞があって、はい、玉串奉天があり、あそこでは、乙女の舞、ね、奉納されるね、はい、あれなんですよ、乙女の舞って一番ちっちゃいこのね、はいはい、舞なんですけど、八重寺大祭の中には舞が、1,2,3 つあるんですね、はい、一番お姉さんたちがやるのが青垣の舞、ね、それは8月の12日岡村祭の時に回れる、岡村祭の時にしか回れない、ね、はいはい、お舞なんですけれどね、それ以外には浦安の舞と乙女の舞っていうね、はい、種類があって、で乙女の舞って一番ちっちゃい子たちなんだけど一番奉納する回数が多いんですよ、12日の、奥津脱祭の時に奉納するでしょ、それで南で奉納するでしょ、で港のお旅所でこの3回なんですね、で乙女の舞よりちょっと大きいお姉ちゃんたちがね、はい、浦安の舞なんですけど、浦安の舞は8月13日の例祭の時と、はい、それと、北のお旅所のね御祭事の時にね舞うということでね、なんで一番ちっちゃい子が3回なんだろうね、まあ以前からちょっとね不思議だなと思ってたんですけどね、このお舞についてはですね八重洲神社の方で、受付をするんですね、はいはい、そうですね、青垣それから乙女の舞、浦安の舞、最近ではねもう本当に上り担ぎの申し込み来た時に一緒に申し込んでっちゃうんだって、はいはい、らしいですね、そうちょっと聞きました、である程度の年が来るとまあ候補に選ばれれば連絡が来るということでね、だからそれくらい結構人気のあるね狭き門で、そう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 、
だからぜひね、あのこれから復活をね、トゲルや荒祭りなんですけどね、そうしたお前にね、奉仕させたいなという親御さんがいたらね、どうぞあの上り担ぎの申し込みと一緒に女の子 ね申し込んでいただけたらと思います。そうした3つのお舞があるのが八神社大祭荒祭の中の舞です。はい、そして、港お旅所でね、乙女の舞が回れて、5歳児の方がね、終わるわけなんですけれど、まあそこからあれですよね、今度はあの港を出て三区の界隈を行くわけなんですね、三区柳組の界隈、まあ、三区柳組の、高道っていうのは結構くねくねしてるって言ったらおかしいですけどね、行って曲がってみたいなね形のところをね行くんですけど、通りがやっぱねちょっと旧焼津の通りだもんですから狭いんですね。そこをねこう神輿2基の神輿がねこう輸送に行くわけなんですけど、まあ狭いところで船本工事と一緒、あの南の、ね、あの狭いところでも平気で煽って ね、 そうね、右行ったり左行ったりね、でねやっぱりねもうその辺になってくるとね、八重洲のお旅所での5歳児が頭に採点員はね、あるもんですから、そうですね、時間が余計気になるんですよ ね、 そうですね、大丈夫かおいみたいな ね、 ねでこう神輿を後ろから押したりとかね、腰掛けの責任者に協力頼むよみたいな感じで ね、 でね話をしてみたりとかってね、はい、もうあそこの提灯に火が入って華やかな行列にはなるんですけど、採点員のとしては気が気ではないねような感じになるんですけど ね、 時間との僕年行事とかやってると結構そこの時間帯で警察から時間帯関係の連絡が入ったりするじゃないですか、役員やってるとね、なかなかそういうねあの経験っていうのもまあその役員やった人じゃないとわからないとは思うんですけどね、あれもちょっとこう気が気じゃないですよね、まあやっぱりあの警察はあれなんですよね、その時間帯によってこう立ってくれる場所の関係もあるもんだから そうですね、そういった段取りもあるもんだから一応時間をね、はい、別にあのとっとと行けっていう意味で言ってるわけじゃないと思うんですけど、いまあその中で神輿は知ってか知らずか右へ左へね行くわけなんですけど ね、 ね三区の公会堂の前に神輿が差し掛かるとやっぱりそこでもね捧げ餅をしたり、はいはい、あ大騒ぎをしてね煽るわけなんですけど ね、 まあそして、高道を進んで、神輿は、昭和通りへと入ってきます、はい、昭和通りもね今はもうアーケードがなくて、うんなね、普通の商店街の通りって感じにはなってるんですけど、まあ、昭和の頃のね、うん、あの昭和通りっていうのはアーケードがあって、ね、で声が響く場所ナンバー2くらい で、 そうです、ね、港とね同じようにアーケードで声が反響して ね、 してねあで明るかったじゃないですか、アーケードのあって電気がね商店街つけてくれて、ね、そう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 昭和の頃のねまたあそこでも大きい声出してね煽って、まあ、いるわけなんですけど、すよね、ただね昔のね昭和通りってのはアーケードがあった関係でそのあっちへ逃げたりこっちへ逃げたりってこう道がねそういうのなかったと思うんですよね、あれ長くやらせてもらってて、ね、はいはい、ところがねアーケードがなくなって通常の、はいはい、通りみたいになって、うん、今結構腰が右へ左へ行くんですよね、うん、あそこもね、まあそこでこう時間がこう気になりながらのもんだから、まあ、声もだんだん荒くなりどんどんしろやみたいな感じでねこうやるんですけれど ね、 ね、まあそしてその先を行く四駆桜組のお笛さん、はいはい、腰の前をね、腰を誘導というか、まあ、笛を吹きながらね、はいはい、進むわけなんですけど、昭和通りを出てゴールデン街の、入ってすぐのところ立ち止まります、はいはい、あ、お笛さん泊まってるよってみんなねあそこでね多分見ると思うんですけどね、そこではお笛さんがお帰りの笛っていうね、はいはい、笛を演奏するわけなんです、はい、でお笛の紹介のね回で、以前第一章の方でもねお話をさせてもらいましたけど、
あのお笛には符が5番まであるんですね、はいはい、で通常は 1番から3番符までをこう繰り返して吹くんですけれど、そこのお帰りの笛というのは4番5番の笛になって、はいはい、符がもう違うんですよ、全然違う符で短いしね、はい、よく聞いてないとわからないっていうのね、まあ、そういった笛をそこのねゴールデン街の入り口の ところで、お帰りの笛っていうのを吹いて、お笛さんは一路神社を目指すわけなんですけどね、はい、あれもなかなかね、あの最近はね聞きに来てくれる人増えてるんですよ。あ、よく言いますね。そう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 、はい、今日もねコメントをいただいてます。はい、おときちさんこんばんは、いつもありがとうございます。やこ風月さん、お電話したくなりました。あ、さっきのねさっきあのベルが鳴ったのね待ち遠しい方が多いんでしょうねって、はい、ふんがさん昨日もねコメントいただいて、あのあロバさんの番組やってる時いつもありがとうございます、タカさんありがとうございます。おしゃべりの祭りも遅れているから駅には向かわないんですねああなるほどね。あのねこの駅の方向っていうのは、以前は旧焼津港に向けて、はい、進んでたもんですから、駅前通り、いわゆる、はい、今のなんですかアンビアとかね、あいたのがある、ねね、近くまで、はい、高道として入ってたんですけど、そうですね、いつからだか、平成の14年から高道が、はい、一新されたんですよね、はいはい、で港も新しい方へ移るということでね、でその時に一応あの駅前のところは、外されたんですよね。そうですね。そうなんですよ。だから今このおしゃべりでの荒祭りも現行の祭りに近い形でお話をねさせてもらってるもんですからね、港の方へ行かないっていうか旧焼津港の方へ、ね、行かないっていうことで、あの駅前の方は、今のお祭りの通り通らないで、行きたいと思います。はい、はい、高さんいつもありがとうございますはい、そういった形でですね、お笛さんがお帰りのお笛を吹いて、港の方へ向か、あ、港じゃない神社の方へ向かって歩を進める、その後ろでは腰は相変わらず右へ左へと激しく煽られながらね、進んでいくんですけど、まあ本当にそこからがね最低限の時間との戦いっていうのが本格化するんですよね。そうですね、うん、もう八重洲お旅所へ行って5歳児ができないんだったらとんでもない話になっちゃいますんでね。そうですね、まあそうした、あ、こうした感じでですね、みこし二木のみこし、八重洲お旅所から、三区界隈を通り昭和通りを抜けてゴールデン街に入りましたよっていうところで今週はお話をね、終わらせていただきたい、その続きはまた来週、来週いよいよ八重洲お旅所ですからね、例の5歳児がねありますからね、楽しみですね。もう桜組もそこからちょっとねいろいろとこうやることがいっぱいあって忙しくなりますんで ね、まあそういったお話を来週ね、はい、させていただきたいと思います。楽しみにお待ちください。はい、そういったわけでですね、今週は2度月火と続けて私、お祭りの話をねこちらでさせていただきまして、本当に、ありがとうございました。今日もですね、最後にですね、いつものように、荒祭りができますように祈願、はい、コロナ退散祈願ということでね、はい、あとはもう梅雨早く行っちゃえみたいなね、祈願ということでね、アンエットの叫んで終わりたいと思いますので、はい、皆さんご唱和よろしくお願いします。行きますよ。あ、ちょっと待って。はい、待ちます。はい、どうぞ。はい。あ、それを言えってことか。そう。はい。はい、それじゃあ、ご唱和よろしくお願いします。お祭り気分で、アンイエット今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いての番組が、マリアさんのお時間です。よろしくお願いします。ありがとうございました。